アスプラ学園、はい、始まりましたアスプラ学園、うん、この番組はいろんなプレイヤーをお呼びしていろんな話を聞いたりいろんなプレイを見せていただくという企画でございます。はい、はい、というわけで第3回目、両家団長編ということですけども、うん、はい、さあ今回はちょっと特殊です。今までやったことない僕のプレイを見ていただくという。ああ、そうですね。はい。だからいろんな方にね、ちょっと、まあちょっと僕に教えてくださいよ、とかね、ちょっとリップサービスしたんですけど、はい、最近までは。だけど、リップサービスじゃないですよ、今のは。はい。なんですけども、団長の監督業というのをこう、はい、間近で、でこういう風にやってるというのはもちろん皆さんにも見ていただけますし、僕も、あ、これが監督というものなんだ、のがちょっと体験できたなと思ういうことで、はいはい、だから、いい、いいじゃん、いい企画じゃない。僕のプレイを見てもらいました。あ、そう、今から画面で。それもいい企画じゃないかもしれない、ね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。スプラ学園見に来てるのになるけど、まあでもこれは逆に、ちょっとこう、新たな、なんていうんですかね、そのスプラトゥーンとかのチームの立ち位置の。うん、まあね、その、うん、プレイヤーとしては、ちょっと厳しいけど、うん、人に教えることぐらいはできそうだなっていう人もいるかもしれないからね。そうですね、うん、まあやっぱプレーで上手い人と教えるのが上手いってちょっとまた別の話になってくるとは思いますけども、うんうんうん、なるほど、はい、その監督業の部分をどうなんですか、やっぱ見てたらうわこういうことかっていうのが見えるもんなのかな、やっぱ監督業って、うん、そうだろうね。ね、意外とあの普段結構その西澤が横にいて俺がプレイして、はい、いやこここうしなきゃああしなきゃみたいな動画もやってるんですよ、うん、それとどう違うのかっていうのが、ね、ああ確かに、まあ、見れますかねそれが。うーん、なるべく見せたい見せたいから見せたいでしょ、見せたい、頑張りたい頑張りたいですね。まあ、はい、なんでまずは僕が、今回集めさせていただきました、事前に集めさせていただきました、プレイヤー7名の方と一緒に、はい、プラベでもう本当にだから大会をちょっとイメージして、あ、なるほど、僕が入ってあと7名3人と4人で、はい、でもチーム固定でちょっと戦うので本格的に甲子園みたいな。そうです、あ、なるほど、戦いを見た上でこうここはこうしようああしようってリアルタイムに教えていただくという形でやっていきたいと思いますので皆さん見てください、お願いします。俺 D 使ってんだけど D の方がいいのかな最近。そう、どうも、なんか L3D は対 X には強いんですけど、はい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 、対チャーにあんまり強くなくて、まあ、というのもジェットパックがチャージャーには抜かれるの、なるほどなるほど、と X はジェッパーに対して処理ができないんで X 光栄とかには非常に強くて、なるほど、ただ L3 無印は逆にチャージャーとかに対して強引に圧力かけれる、あのスフィアで前に出てきて抜けとか圧力かけれるんで、まあ、その L3 と L3D の持ち替えは光栄軸に対してです。なるほど、どっちなのかみたいな。じゃあ今回味方にまあ X いて相手チャージャーがいるっていう状態なんで、これはもう無印で、そうですね、まあ、チャージャー結構無敵スペシャル並べられるのが一番厳しくて、うんうんうん、まあ、例えばこれにアーマーが入ってたりとかそういうのするとかなり厳しくなるんですけど、なるほど、あとギアをカムバじゃない方がいいんじゃない、まあ、メイン性能2つは必須で、はい、あとは一足か、まあ、アングツ積んだりする人もいます。カムバックはちょっと厳しいから、ね、なるほど、じゃあ、はい、人が多分一番多いですね、まあ、打ち合いが結構取れるタイプの人は人、ステジャンとかはいらないですか。ここはいらないですね。なるほど、マップによっては入れててもいいとこはあると思う、うん、なるほど、ちょっとじゃあ今回は一足メインメインで、うんうん、いきたいと思います。よし、行きましょう、やってみや、とりあえず確かにちょっとね、一応結構あの僕らの編成に近いっちゃ近いんですよ。パブロいて、シャプマいてみたいな感じなんで、うん、X もいる。X がちょっとまだ確定してない、放映がちょっと確定してないって感じですね。確定通過ランクが上がってなくてまだ X 変えない面白い、持てない状態なんで、まださあ行きましょう。あ、でも本当に甲子園っぽいね、めちゃめちゃ強い、うん、構成が相手の編成だいぶ強いですよこれ、うん、お互いにめちゃめちゃ強い。僕の役割は何ですか。結構まあ前線で塗り合いながら、まあ、ターノヘイト持ちながら他を、まあ、相手の前線倒すのが一番仕事ですけど、 X が狙われてしまうと厳しいのでできるだけ X にヘイトがいかないように。これは結構真ん中やる。そうですね、これでバカに、あ、サーに見られてるかな、やべ、あ、メインメインでメインで待ってメインで待ってね、すげえビビったのサーに、あー、そう今のぐらい、まあ、あれメインでパワーアップまでやるし、まあ、パワーアップまでそのまま引き上げて、余裕ある時は、はい、余裕あるっていうか、まあ、ああいう時は絶対あのギア確認したしないとダメだから。そうか、そうか、監督業向いてますあ、そうか、確かにそこ見ないと、うん、そう、ビールは特に。これ手前塗りからでいいですか。あ、まあ、今はまだ打開なんで別に手前塗っててもいいですか。あ、1キロ入ったんで前に出ます。1キロ入ったんで、これ、合図、
でもこれはできるわけないよ。うわーマジかー、これ良くない。ここで死ぬのは結構ね、まあ、痛い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 。むしろ相手が上手いっていう表現がありますけど、ちゃんと起きると思って、これ抜けは倒したいですけど、倒せないなら、まあ、ちょっと一回、まあ、有利ポジションからちゃんと圧をかけて、はい、らせて下ろせればまあ、そうそう、とりあえず、ね、結局相手引かせればいいんで。うわ、うん、あ、まあまあまあ、降りた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 、そう、自陣に入られすぎると、うまいな。まあ、これ、あの、パワー的に今、縄張りプラで集めたんだけど、全員封じより格上だから。もう、そうなん、あの、XP2200、300ぐらいの人。あ、でも3回。LD だけですけど、もうこれは塗りまくりながら戻るっていうんですかね。そうですね。まあ、なるべく潜伏にやられないように、丁寧に。はい。右でやられましたね。右でやられました。これで。手前入って。これ、絶対無理して刈らなくていいです。あ、了解です。もう、あの、終わり際、終わり際、勝った方がいい。あれですこれ、ちょっと…うわ、全然出ない。あ、スペシャルキックこれはもう入っちゃって、うん、できるだけスフィアは、はい、長く、いや、まあそうですね、長くカバー欲しいんで、カモン押しながらとか。なるほど、なるべく、そう、報告なしで連携取らないといけないんで、あ、そうなると、スフィア入った時にカモン押したりとか、そういうの大事です。なるほど、まあ、まだやばい。まあ、うん、打開にはなりますけど、30秒なんで、はい、ここはここで絶対に自分一人で行かない。うん、死んじゃダメですね。でも今ちょっと X 落ちちゃってるんで、まあ、でもこれ以上落ちちゃうと余計に勝ち筋になくなるんで、はいはい、もうなくしましたもん。俺は今勝ち筋をなくしました。まあでも、あ、でも今、あ、死んじゃったか。でもどこに行ってたかな。死なないで2枚落ちちゃったらあったもんね。これキル取らないとちょっと厳しい。なるほど、もう無理やり打ち合いに行くしかない。もう無理に行くんじゃなくて、人数そんなに有利ついてないんで、うわなるほど。はい。あと、そうですね。はい、僕結構、その、人を教えるときに、はいはいはい、気にしてるのが、はい、長所を探すことなんですけど、うん、はい、やっぱり教えるとき、長所を伸ばす方が、僕気にしてるのが、その、ある程度、実力が満たない人って、はいはいはい、長所を伸ばした方が早くて、なるほど。短所を補うのって難しいんですよね。はい、そうですね。できないことをやるようにする、はい。できないことをやるの。なので、はい、今、藤井さんの長所としては結構塗り意識高いんで、なるほど。あとカバー意識、まあ、先頭に立つより、はいはいはい、基礎エイムよりは、多分、周り見てる感じの方が多分得意だと思うんで、LD に持ち替えてもいいかなと。なるほど。D にして、あ、はい。それで、その場合どういう風に見るって感じですか？見るというか。前の味方にカバーしつつ、はいはいはい。食い棒で、アシストを入れたりとか。なるほど、なるほど。ギアもちょっと変わっててもいいと思います。僕、メイン性能別に LD は積まなくてもいいかなとは思って。あ、もう食い棒があるからって。そうですね。なるほど。そしたら。受け身術が欲しくて、ジェットパックの後の後突きを転がって処理できるんで、受け身術欲しくて。はい。あとは、ここなんですけど、僕、初心者向けなのはインク回復積んでおくことかなと。クリックボムの回転率上がるんで。なるほど、なるほど。あと、サブ性能かなっていう。一足。サブ性能か。そうですね。なるほど。いや、性能でいきます。性能です。はい、ここはちょっと。一足はどっちでもいいです。これだと打ち合い別にしないので、多分、どっちかというとクイックボム、まあ、シャープマーカネオみたいな立ち回りをする方が、はい、メインになるので。そしたら、サブ効率ですか？インク回復の方が多分。あ、インク回復。サブ効率はちょっとクイックボムにノリが悪いんですよ、ね。あ、なるほど。修正入っちゃってて。インク。まあ、おすすめ、無難に。そんなにエイムしなくても。了解です。ちょっとじゃあ、この編成で。カバーで戦える。了解です。まあ、確かに倒しに。このレベルだとちょっとそれが厳しいので、そこを覚えていくって感じで。いきます。ありがとうございます。どうやってやっぱお笑いやってると、やっぱ長所を伸ばしていくんですけど、富士さんはないのでっていう振りなのかなと思って。ないので。ちょっとね、あんまりその人のやる気をそぐような発言はちょっとしないような感じ。ありがとうございます。長所、素晴らしい監督。さあ、いきます。ジェッパの吐くタイミングとかをちょっとよかったら教えていただけると。チャージャーに見られてないと。チャージャーがいない時ぐらい。チャージャーに見られてない状態ですか。了解です。できるだけチャージャーが他の人見てる時か、はい、その自分が倒されてる時ぐらい。そうそう。了解です。はい、これはアシスト入れて、はい、敵が見えたらそこのクイックオーナー行こうかな。うわー、チャージャーの人うまいっすね。今の普通にもこの方は結構もうチャースコだけ使ってますみたいな。チャースコだけ使ってます。ちょっとこれ手前見ます。はい、一人減ったの見えたらぐらいでもう行った方がいい。それとも今スペシャル打ってる時はもう行った方がいいですかね。あ、行った方がいいですね。カバー行った方がいいです。ガスケア入ってるんで。了解です。それに後ろついていってカバー入れます。手前いますね。右手前になんだ。そういう時はこれチャージャーが見てます、ね、これ今絶対打つとやられる。あ、手前に入ってる。これ今打ってる。いや、うまいな。
通に普通にビールガンでやるか。でもそういう人にも勝たなきゃいけないですからね。まあでもカバー入ってる、うん、ナイスですよ、はい、さあちょっと塗りながら戻ります。あの1人いない時はもう前行ったもんですかね。そうですね。あでも今11交換なんで、うん、まあんまりそんなに塗りすぎるのもちょっと良くない。シャープマカネオはいるので味方にどっかで塗りべきっぽいシャープマカネオはいるから、まあある程度は前に中衛ぐらいで了解です。後ろすぎるとエクスプロッシャーの立ち位置なくなっちゃう。こういう場合は相手しない方がいいですか。そうですね、これは無理なんで了解します。違うところが落とすんです。もしかしたらチャージャーがあそこにいるのでジェットバックは他のところで履いて左で履けば多分そんなに問題ない。なるほど。削ったら、あ、返しましょう返しましょう。むしろジェットバック飛び上がって回避した方が多分いいかもしれない。あ、お、いい点数。やば、今見られてるのに打ってしまった。うわぁ、無理だよなぁ、シーズンかって言っても。うん、あ、でもやばい、緊張感がやばい、抜けてる。いつもの緊張感の5倍ぐらい緊張する。そうですね、あとはマップもちょっとチラッと開いて、あ、もっとゆっくり、あ、これ今、中央詰めましょう、詰めましょう、はい、かわいい。味方が戦ってるので、そこら辺で気合入れて、今イカスケが入って転がってる方向左なんですけど。なるほど。その辺をあ、なるほど、いなくなったからで。結局前の味方をまず見ましょう。なんか結構その、はいはいはい、初心者ありがち、初心者っていうか、あまり僕初心者です。ああ、すいません。ありがちなのが結構自分の視点で物事考えすぎなことなので、なるほど、どっちかっていうと味方を見といた方がいい。なるほど。これここでチャージャーをこっちで、そうですね、今行ってるから、それ今チャージャーミキ見てるんで、それで自分のヘイトがないので、はい、違うところからジェットパーを入ってなりしてカバーする。なるほど。他の人を見てあげるのがいいと思います。それはもう打ってもいいと思います。なるほど。あとシューター対面だとジェットパックって結構有利で、はい、なるほど。なので削ったらもう打って、そうそう、倒しに行く、かかしに行って、まあでもそれは結局大丈夫なんで。うわ、ダメか、受け身です。転がれ、あ、そうか、転がりは横で、横で転がりは失敗。使い方もよく分かってない。無理です、無理です。前塗りだね。はい、センター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 のところ。あー、一人も倒せない。一人も倒せないけど、でも勝ってると思います。勝ってそうだけどな、でも自陣ちょっと塗られてるからどうだろう。ボムラ履けてる、分かってるから。これは味方のおかげ。それちょっと味方のおかげですよ、これ。これは味方のおかげです。ビールガンを僕がチームで持つ場合、多分僕倒しに行かなきゃいけない枠になると思う。あ、そうなんですか。多分、うわー、これだと、まあ見た感じ基礎エイムとちょっと塗り、はい、てか練習を全体的に基礎エイムが、はい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 、まだできてないと、食い棒の投げ方がちょっといまいちなので。なるほど。役よりはなんかそのザップとかで塗りながらアーマー履いて明確な分かりやすい前出るタイミングとか作った方がなるほどいいのかなとは思いますけども。ザップでいってみます。次これでもコロコロ変えない方がいいかな。水田さんからすると、いや、その芸人ギルドっていうので、うんうんうん、出るときはこれは、まあ、L3 でザップ持つこともあると思うよっていう、話はしてた。うん、ザップの場合は、廊下団長のおすすめは、まあ一足は欲しいですね。一足、なんか一足欲しい。はい、うん、対面、はい、するなら、そうだな、メイン性のいるかな。いや、でもサブインクも。お、サブインクみたいないっぱいあるんだよね。サブインク、そう、ザップはね、いろんな型があって、まあとりあえず一足はほぼ確定だと思うんで、それ以外は、サブインクだったり、インク回復だったり、スペソーだったり、はいはい、対物だったり、なるほど。まあいろいろ型ありますけども、まあ富士さんそんなめちゃめちゃ対面取るタイプではないので、スペゾーとか積んで、アーマー回して前へ出てっていうのがいいと思います。はい、了解。スペゾー、スペゾーは、スペゾー、スペゾーはちょっと重すぎるんで。もうじゃあこの一足、はい、サブインク。最近ザップいるからな、対物積みたくなるけど。なるほど。まあいいんじゃないですか。これでもいける。これでじゃあちょっといきます。行きます。NPB の時の俺だ。あ、そう。なるほど。NPB の時はこんな感じだった。へ、そこから難しいと思うね、教えるの。なかなかだいぶ多分序盤からで、そうですね。あの、まあ、でもチャートは、まあ、見てる感じ、はい、どうなんだろう。そういう的な。でも塗り力まず一番下ですもんね。これがまず間違ってます。間違ってはまあでもまあ他の武器も結構塗れる武器なんで、なるほど。何とも言えないですけど。ここはザップでもいいとは思う。ここはアーマー強いんですよ。はいはいはい、なるほどなるほど。ザップでもアーマーで、まあ。なんでアーマー強かっていうと、はい、ここ結構その塗り面積が狭い、はいはい、まあ中央に依存してて、はいはい、あんまり敵陣から自陣に入ってくることがあんまなくて。なるほど。結局最後の戦闘になりやすいんですよね。はあ。結局最後の戦闘になりやすいってことは、アーマーで1、無理やり前に詰めて、1枚でも落とせればリターンが取れるので、うんうんうん、まあここはアーマーが強いっていう。全体強化してっていう。そうですね。まあ対面で取れば勝ちみたいなステージです。ちょっとじゃあここはザップで。ザップの場合は、あ、でも普段やること多いから。初動はでも、アーマー、
吐くのを意識していた。アーマー意識で吐いて、ある程度前には行くけども、まあまあ、甘えまくりながら行かなきゃいけないと、うん、まあ、溜まってないのが良くないですよね、まずここで。いやでもそこまでは溜まんないかな。溜まんないですね、うん、ここは溜まんない。ちょっとこれ打っちゃう。ナイスナイスで、右側にいるんで、あ、これ自分見られてないんでちょっと言ってもよかったです。なんかあの、はい、やっぱ牽制って見られてない時にする必要がなくて。なるほどなるほど。そうなんですよ。あの、自分が見られてないならメインで対面しに行っていいじゃないですか。はいはい。でも逆に自分が見られてるんであればサブで牽制する。はい、なるほど、了解です。結局ヘイト持ってたら正面から突っ込んでもうキルが取れないので、あんまり。そうですね。いやー、無理か。でもほんまに、あの、勝った。いやー、止められてる。あ、はい、入りたいって入りたい。いやー、怖いなー。中央厳しいんです。うわー、ごめんなさい。今見られてました。まあ、いやー、これしかもみんな帰ってたのに悪くないですね、インカーは。焦ったなー。焦らない。赤いはまず手前を塗りながら、はい、相手ハーマー入ってるんで、ちょっと最近入ってくる可能性があるんで、その入ってきたやつだけは倒しましょう。あー、惜しいです。もうちょい早めに。そうですね、カバーしないと。うん、味方が戦ってるのを結構すごい速度で反応してあげる。あ、チャージャーさんやられているので、ここは無理しない。うん、それをすると結局入ってこないんで、まあ、なるほど。あ、ナイス、うまいですね。これとしたら一歩前に、うん、チャーニャーつかけて強引にもう買いました。はい、塗ってアーマー入ったら、あ、離れて、そうですね、アーマー入って無理やり落としに行く。無理やり落としに行く。アーマー入ってる間はちょっと無理しても大丈夫。はい、じゃあこっち見ようもんならあんまり詰めなくてもいいと思います。これは詰めすぎると抜けられちゃうんで、危ないです。了解です。見てみます。はい、右側と大変そうです。ただはあくまでヘイトを買うだけで、はい、そんなに無理に触る必要がないので、やりにくしない、うん、そんなに無理、はい、あの武器やっぱ強すぎるんで。なるほど。触れない。それは、うん、そうですね。サブでどかしていいですね。重いですね、詰め方。了解です。そういう詰め方うまいのに、ちょっと怖い、抜かれそうな場所ではある。あ、ダメか。あ、これ最後に、あーまあは、あ、まあこれはいい、はい、いいかな。うん、これ、行っちゃったけど前出た方がいい。了解です。前で邪魔消します。あ、あぶね。うわー、逃げられない、くそ。いや、でもまあ中央で戦闘してくれてた分時間が稼げたので、多分中盤ピッチャー入ってさえば多分左右取られてないんで多分勝ってるとは思うけど、もう微妙なラインですね。ちょっと今、いや多分クイズさんが中央で戦ってくれた分右と左の塗り広がってないんで。あ、なるほど。これあるんじゃない。あると、これはあると思うけど、どうだろう。ああ、よかった。僕アマビス大学って結構ポイントなんですけど、はい、この右左に塗りが広がらないようにするの結構大事。なるほどなるほど。中央を打開した後に右左に塗りが広がっちゃうんですよね、はいはいはい、結構大体そうなんで、まあ右は結構敵が来ることもあるんですけど、なるほどなるほど。左はどっちかっていうと自分陣地なんで、うんうんうん、まあ濡れてさ、あの有利地は、なので、はい、できるだけその左右に手出されないぐらい圧をかけるのも大事はあります。ちょっと俺も監督してもらっていい？やる？うん、一回じゃあちょっと、俺もちょっと監督してもらいたい。監督、ありがとうございます。まあね、優勝者のね、両家団長に監督してもらうことで、もう一個先に、もう一個先に行けるかもしれない。行けるかもしれない。すみません、あのリマネットにいますよね、でも指導役。いや、指導役いますよ、ね。まあ、別の視点でね、また見ていただける。こうやってあんま直接視点はそんなないかな。どんなギアでやってるんだろう。俺はね、いや、考えることがやっぱいっぱいあるのを一つずつ。俺ね、やってて分かったんだけどね、一足いらないんだよ。一足いらない。いらない。まあ、なくてもね。そもそも一足でご利用して立ち、あの、打ち合うのか。結構、そうなんですよ。ザップって結構、なんだろう、その人の肩出るんですよね。一番多分自由度高いんですよ。なるほど。なので、正直いろんなパターンがあるんで。俺の大好きなラスパ行くか。あ、でもこれ塗り強いからラスパいらねえのかな。ラスパ。チャーいるときは俺ラスパいいなと思うけど、X だもんね。体、爆減だけど大丈夫。ああ、爆減でいい。爆減。あ、まあ剥がされないように。うん、なるほど。1個乗ってると結構なデカさになるんじゃない。まあギアは正直ある程度、まあザップとかは特にそうですけど自由度高いし、まあ L3 もまあ
S&D 今僕進めたギアありますけど、はい、あれもまあ結構個人の自由にはなります、まあ、ただ絶対L3 無印だけは多分疑似だ、はいはい、あのメイン製の2つだけは絶対続けてほしいかな。なるほど。ないとちょっと弱いんで打ち合いメインが。打ち合いメインは無印の方が打ち合いメインなんですね。そうですね、打ち合いの無印の方がどっちかっていうと前寄りの武器。じゃあ行きましょう。じゃあお願いしますか。はい、これ塗ってから行った方がいいですかね。いやある程度ちょっと自由にやってます。まあ、いいですね。さすが、なんか塗りうまいですね。なるほど。西田さんの特徴も結構僕と近くて、対面外の技術がうまいですね。今のヘイト取って味方のカバー入るだろうって言ったら、足上に行って味方のそれでカバー入るから自分がヘイト持っていったみたいな。カバーの足上私が最後に出ていって、もうジャージャーが見てる。さあ、ここは一旦下がって、さあ、回ってくる。これは、バッとして、さあ、戻ってく。なんか、絶版に無理に戦わないのがいいですね。これは、さあ、ウクルミス避けて、それをカバーした。ビルダン。なんか、展開的にはまだ。まあ、縄張り結構ね、最初の1分30秒は結構正直な話、はいはい、まだ全然なんか分かんないし、いろんな方法あるよっていう感じになるんですけど、敵のなんか様子というか、癖を見抜くみたいな。そうですね、焦らないのが一番大事ですね。1分30秒、序盤の方は本当に焦らない方が大事。なるほど、最初は無茶せずに、とりあえずこう、無茶っていうか、まあそうですね、まあ、思い切ってもいいんですけど、あんまり焦らずに、なんか、自分のやることだけ考えてればいいっていうのは。なるほど、なるほど。まあ、その自分のやることが何なのかってなってこだわりして、まあ、自由時間であるね。そうですね、ここある程度自由時間で、うん、ここでリーダーはこれはもう危ないっすよ。おー、抜かれた。人のタラが崩せないんだよな。チャージャーが上手いとやっぱり怖いですね。そうなんですよ。こう結構そのよく言われてるのがチャージャーその縄張りやっぱ強くて、はい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 、なんかそのオンラインだとチャージャーが止まんないみたいな話はされてます。なるほど、なるほど。本当に能動的に 2,3 人で飛びに行かないと、まあチャージャーと綺麗なライン戦をしない方がいいっていうのが実際のところあって、はい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 、そっかそっか。ちょっと難しい話にはなってくるんですけど、はい、なんかチャージャー相手だと、はい、正面からチャージャーの見れるところから行くとどうしてもチャージャーの的になってしまうので、チャージャーの見れ、なんていうか見させないようなぐらい変なところから行ったり圧力かけてぐちゃぐちゃにした方がいいっていうのは。なるほど、回り込むなり壁使うなりで、そうですね、もうとにかくチャージャーの常識に乗らないっていうのが結構大事。なるほど。そうするとだんだん狂い始めるので。いや、雨か。雨はどうにか抜けたら、このリードが強い。まあでも後ろから入ってきてくれるから、これがどれぐらい出るか。出てるけど、塗りがやばすぎて。手前の塗りがそれ以上にきついですね。ああ、なるほど。敵陣に塗り残すを優先する。なるほど。まあ、そのまあ、確かに、まあ、リターンは取れますもんね。確かに、身落ち。いや、ちょっと厳しいかな。さあ、どうだ。この戦いは微妙に僅差で負けてそうだ。ああ、どうだ。自陣塗りが確かに。自陣に入られちゃってるから。ああ難しい。どこがダメでしたかね。アドバイス。まあ、少しアーマーが個人的に、ね、その単体2人での時に入っちゃったりして、だから打開らしい打開のタイミングでアーマー入ってないのと、はいはいはい、まあ、あとはそうですね、チャージャーに対しての圧力が少ない、まあ、なんかそのチャージャーの見れる正面から結構圧かけてるので、もうちょっと右と奥から裏取りとかガンガンしてって、チャージャーのその背中を圧力かけてた方がいい。なるほど。チャージャーの見れる場所から行っちゃダメ。街頭にチャージャーがいたら端上と端下は絶対危ないんで、だったら右奥の通路の奥から少しあのヘイト取るのに9番ボムでいるよってことだけ見せといて、別のとこから行ったりとか、なんかそのチャージャーがいろんなとこ見させないといけない。でその上で抜かれないようにしないといけないんで、まあ難しいのは難しいんですけど、なかなかシューターだと難しいんですけど、まあチャージャーは結構とりあえずヘイト分散させることが、ああ、いろんなとこ見なきゃって思わせる。そうですね。ニザグのいいところは、いや塗りがうまいのと、はいはい、まあ、あとはヘイトの稼ぎ方がうまいですね。なんかその味方が強ければ強いですよ。ああ、味方との相性が結構出ますね。もうもろ味方にのために動いてるプレイヤーで、あー、どちらかというと自分がキル取るとかそういうことよりも自分がおとりになるからなんとかしてくれみたいな感じの方が結構多いんで、そういうの多い
って、まあ、逆に言うとキャンピングシェルター向いてるんじゃないかキャンピングシェルターはめちゃめちゃ向いてますね。ちょっと上手くなったかもしれないよな出た、うん、いやこれはいいことだと思うけど消してきた。何がやっぱ何がって2回目普通にやってるからね。いや1回アドバイス聞いてさこれをアウトプットするね、うん、なるほどね。オッケーオッケー、見せていただきましょう。じゃあいやでもこれは本当に聞くのと聞かないのじゃ全然違うと思 う。あそうなんだって。俺だってチャージャーみたいなジェッパー打っちゃダメって思ってなかったから。ああそうなんですね。やっぱりその結構なんならチャージャーを脅かしに行くみたいな。ああ不利相性なんで、うまいチャージャーは絶対ジェットパック抜いちゃうんで。ちょダイヤグラム作ってほしいな武器スペシャル。ただエクスプロッシャーはもう見たら狙っていい。もう見つけた瞬間にジェッパー打っていい。ジェッパーでやりに行くぐらい。そうですね。もう一番厳しいんで、あの武器って。面白いな。光栄なのと僕も全然そんなに相性違うんですね。そうですね。もうクリ相性より相性はものすごく違う。なんだ。怖い。段差が。なので視点移動が結構早いっていうか、めっちゃそうキャラコンがいい。キャラコン。あ、これは見られてますね。まあまあまあ、まあ、出っ張りに対してジャンプで逃げるって判断はどうか。チャージャーがネックだな。シューターを使ってる場面。なんか抜けてきてるな。そうそう。これは抜けは。このね、リールの人すごいね、抜けてくる。だいぶ一番やっぱ厄介なこと。そうですね、リールはやっぱ抜けが強い。イカスティアで強引に抜けるの強い。これチャンス、めちゃくちゃチャンス。さあ、3落ちでチャージャーしかいない。あのチャームシー。チャージャーは、そして、あ、でも、もういるならば、まあ、戦うなら、倒すぐらい。耐えらせるぐらい。基本的にチャージャーはなんか戦いに行っちゃダメなんで、落としに行って負けるのが一番リスク高い。確かに。しかも、落としやすいんですもんね、チャージャーからしたら。そうですね。ナイス、いいですね。こういう大胆なセットも結構いい。うん、いいですね。まあ今のはすごい、なんだろう、復帰とか考えて多分あそこに全部来たんです。あー、これ縄張りで塗った量じゃないですか。はい。だけど、なんか今の1分40秒とかって、まあまだ1分以上ある状態は、結構じっとするっていうのも悪くないんですね。ああいう風に、今の。まあ抜けを狙うなら、まあどうしようもないシーンなら、まあ潜伏して抜けてもいいんですけど、基本的にはそんなになんか無理に潜伏する必要はない。なんかこう、塗らなきゃ塗らなきゃって結構体出しちゃうんですよ、僕。ああ、そんなに、ああ、状況によりますね。まあ絶対塗らないといけないシーンは塗らないといけないですけど。1分40秒とかでも、そういう場面はあるんですか？ ありますね。まあ、一応でも、基本的には、塗るっていう行為が、そのやられる行為につながるのは良くない。ああ、なるほど。リスクを背負って塗るのは良くない。いらないです。なので、塗っても死なない塗り方をしない。ああ、そっか、確かに。潜伏も結局リターン取りにする方ですね、リスクよりも。そうですね。結構縄張りだと塗りに目行きがちですけど、キルも大事なんで、はい、塗らない。そう、キルが大事ってことは、ベスが重いんで。はい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 。あ、いいですね。このチャージャーが他のヘイト分持ってる時にちゃんと詰めるっていうのが非常に。で、お、残り30秒の時点でここにいるのは熱いっすよ。そうですね、ヘイト買って戻りたい。これもそんな無理する必要ないので。おー、なるほど。いや、結構僕だったらもう、ここら辺できるだけ塗れっつってやってました。前を。まあ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 。盤面的にはそんな感じで。これで、多分 L3D 入ってるので。私も、あ、チャージャー落としに行ってる。これで抜けられるのが怖いですね。なるほど。これもう、相打ちで。あー、上等。相打ちどころか、まあ、引き分け上等です。早く落とされなければ。はい、お互いに引けば。うん、なるほど。うまくなってるわ。一気に。だいぶ変わった。おぉ。ああ、本当ですか。チャージャーに正面から行くをやめたね、完全に。うん、ああ、そう。チャージャーは本当に、触るなら、本当に人数より付けついてるか、またはそうですね、チャージャー見てないところからしか触れないので、見てるところから触っちゃうと、もうチャージャーの思うツボという。うん、確かに、チャージャーにそこまでこう活躍させてない感じは。うん、そうです、武器にもよりますけどね。シューターとかとそういう、特にそうかな。キャンピングシェルターとかパブロとかはチャージャーに必要につきまとってもいいと思うんですけど、はい、まあ、その理由がやられない武器なので、なるほど。むしろ、だから自分の方に見てほしいなっていう武器の。マジ、有利不利欲しいな。有利不利。そうです、有利不利は一番大事だと思います。そうですね。これは諦めた方がいい、これは行った方がいいわ。本当に武器の不利有利なんで。ああ、これは確かに大事。そこ勉強するのはだいぶ効果出そうですね、でもな。そうですね、一番、多分縄張りもそうですし、他ルールもそうですね、結構無理。有利不利は本当に一番大事なところ。なるほど。どう、西田君、監督体験してみてやっぱお金払ってね、やっぱついた方がいいかなと、うん、あ、もう、うん、つけたい。すみません、リバネットに一人います、もうね、個人でね
個人チームじゃない、インストラクターとして、うん、常にね。いやこれは素晴らしい、うん、全然変わる、やってて、うんうん、いや本当に今だって本当にパーッとこう見せていただいた、体験させていただいただけでもいろんな情報が今俺頭に入って、まあちょっと自分で言っちゃうのも良くないですけど、このやっぱりこれ多分全部できないんですよ僕今、うんうん、おでも持ち帰ることができるのがすごいでかいなって思うんで、うんうん、持ち帰ってやっぱチャージャーの前で10パー打たないとか、まあ、チャージャー倒したんやったら右回るとか、うん、あとはそのステージによってはこれが強い、これが強い、なぜならこうだから、うん、っていうのをちょっと勉強できたのめっちゃでかいですね。ああありがとう。いやさすが監督業、これが監督業ですよ、うん、一番そうですね、教えてて一番ポイントなのが、はいはいはい、多分勝ち方分かるのが一番重要で、言ったことをやって勝った時にあこれかみたいな、てか なんだかんだその言われても結構分かんないことが多いって、そうなんですよね、実際監督って言っても、はい、まあ、やっぱり言ってるだけじゃ多分分かんないことが多いです。本人がそれをちょっとや意識して結果が出た時に初めてあこれかみたいな感じになるので、なるほど、結局自分が分かんないと多分一番伸びが悪くなっちゃう。 そうですね、まあ、そこは難しいところですけど、はいはいはい、ある程度だから勝てる相手とか、まあ、同じぐらいの相手と練習するのが一番いいですね。あの、うん、同じぐらいの相手って本当に勝ったり負けたりで、でだんだん自分が強くなってきたら勝てる試合がちょっと増えてくるんですよ、だん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 。そうなるとなんか自分の成長が実感できて、しかもなんかその成長を実感することで楽しいっていう感じになるんで、うん、確かにやっぱそれが結構どん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 あの向上心のきっかけになるかなっていうのはあります。そうですね、まあ、うん、僕で言うとだったからもうチャージャーに全然抜かれなくなっただけでも僕は あめっちゃ成長したなって自分で思って、やっぱそれを練習するっていう部分を成長させてくれる監督、うん、いや素晴らしい監督でした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございま す, いま す, います。さあそんな涼花団長の、YouTube チャンネル、そしてオープンレックチャンネル、そして Twitter のアカウント下の URL にありますので、はいはい、こちらの方ぜひと皆さん登録フォローの方お願いします。お願いします。はい、というわけで3回にあたって来ていただきました涼花団長、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもね、まあ、まだまだちょっとそのスプラトゥーン甲子園の結果全部まだ出てないですから、本戦までは、はい、出てないですし、これが NPB の個人の、ああ、今ね選ばれない、その話しなかったね、頭で、うん、頭の1本目で、はい、確かにあれは個人だから全然選ばれる可能性あるわけじゃん。そうですよ、まあそうなんですかね、でもそうそう、やっぱ個人だからこそやっぱ強いプレイヤー選ばれちゃうのかなっていう、ちょっと自分の心配でもありますけど、いやいやいや、選んでいただいて、まあ、来年はやっぱぜひ出たいですけどね、まあ、ぜひ出たい、ぜひ出たい、言っといた方がいい、見てるかもしれない、出たいです。お願いします。誰見てるか分かんない、お願いします。やっぱ野球もほら選手業やってた人が監督やるじゃん、はい、結局はだそれみたいな感じで、ああなるほど、確かにこれをやってほしい、ぜひ腹立つのみたいに勝ってね、勝ったで、うん、なるほど、味方チーム勝ってこうやってよかったっそれ監督もできちゃうプレイヤー。あでもね、あの僕前回のはるちゃんが来た時に、うん、一緒にご飯食べたんだけど、うん、はるちゃんが言ってたんだけど、うん、全チームに監督というか、うん、そういうのをつけないとダメなんじゃないかなって言ってたんだよね。ほう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 、まあ確かに野球いますからね、うん、監督っていう存在は確かにいるな、なんか e スポーツそういう枠あんのかな。e スポーツで言われてるらしいですね。でもあそうなんです、 e スポーツってスポーツの中で唯一監督ってものがない。あそうです、ね、コーチがいない場所に、それのだからもうスプラ界の先駆者涼花団長。確かに、いやでも選手で出たいでしょ今のところはね、はい、なんでまあこれからのプレイヤーとしての涼花団長の活躍にも期待していきましょう、うん、というわけで見ていただきありがとうございました。また次回も見てください。さよなら、さよなら。